こんにちは。前回の2-3不戦法の補足をします。2-3不の対策ですけれども、こちらが後手で相手から先手飛車先こうついてきて、ここで2-4歩といきなり仕掛けられる変化ですが、これには同歩と取って、でここで、ソフトの最善としては、相手の先手側はまあ7-6歩とか、ここでまあ同飛車って取るのがまあこう普通なんですけど、これだと先手は形勢が悪くて、こちらの後手がマイナス400ぐらい、この時点でも良くなるんですけど、まあ、ここであえて7-8金とか7-6歩、あとは9-4歩とかが最善に出てるんですけど、まあ、ここでこうするなら飛車先をついた意味がちょっとないのかなっていう感じで、まあ、こうなるならここから相掛かりとか横歩取りとか、そういう変化に合流するかなと思います。まあ一局の将棋になる感じです。で、なので飛車先ついたからにはまあ取ってくることはほとんどだと思うんですけど、こう取られた時に反撃の8-6歩つきます。でここで2-3歩と打たれる変化なんですけど、まあ構わず8-7歩成となって、で、まあ、飛車を引くという手もあるみたいです。まあ、これでももうすでにこちらが700点ぐらいいいんですけど、まあ、一回今万王コラボやってる築山さんにこれやられて、あ、そんな変化あるんだと思ったんですけど、まあこれの場合、まあ3-8、3-2ですね。3-2金と一回上がって、で2-2歩成に同銀ってしておくと、まあ、前回紹介した対策に合流して、まあ、こっから相手の速い攻めがまあないのかなっていう感じになるかなと思います。こちらは各いつでも取れるので、急がなくても大丈夫な局面かと思います。で、まあ、あとはまあ2-7歩叩いたり、金2-7歩ですね。まあ、同飛と取らせれば、こっちは8-8とと角取って、まあ、もし仮にこう攻め合ってきたとしても、まあ、こっちは銀取って銀取って王手で金と取れるので、まあ、これはこっちが勝ちやすいかなと思います。一手早いですね。まあとか、まあ、ここまで来たらどうやってもこっちが一手早いんですけど、まあ、同銀なら同銀なら、まあ、同飛なりで、まあ、こっちの方が厳しいですし、まあ、大体そうなりますね。歩なられて銀取って、まあ、ここで同金と戻すようなら、まあ、2-2飛車とと金払えますし、まあ、一手いずれも早いですね。なので、まあ、これ2-7歩と叩いた変化とか、まあ、2-6歩とかもあるみたいなんですけど、大体一緒ですね。ここで歩なられたとしても、まあ、飛車回って2筋逆襲できるので、こちらがいいと思います。なので、まあ、2-3歩バシッと打たれて飛車引く変化もこちらがいいですね。で、
そんな感じですかね、はい、またあれば追加であげようと思います。ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。では。